株式会社文化放送。日本語に直訳すると、株式会社文化放送であるが、東京都港区にあるラジオ局の文化放送を特別するために、韓国文化放送と呼ばれたり、鹿児島県鹿児島市にあるラテ県営局の南日本放送の略称 MBC 特別するために、韓国 MBC と呼ばれたりしている。MBC は、1961年12月2日に、開局した。 韓国の地上波放送局で1969年にテレビ放送事業に参入し、現在は17の地域系列局からなる全国ネットワークを構築している。公益財団である放送文化振興会を筆頭株主とし、経営は広告収入に依存している株式会社形態の公営放送である地上波テレビチャンネル1つ、ラジオチャンネル3つ、ケーブルチャンネル5つ、 衛星チャンネル5つ、DMB チャンネル4つを運営している。地上波テレビ、HLKVDTV、1969年8月8日、アナログ開局、AM ラジオ、FM ラジオの各放送を有しており、渾身対策や音質向上のため、AM ラジオと同一内容の放送を FM 派でも送信している。また、CATV デジタル衛星放送向けチャンネルとして、 MBC ドラマ、MBC スポーツ、MBC エブリーチ、MBC ミュージック、MBC クイーンの各チャンネルを有する。本社はソウル特別市朝浦区デジタルメディアシティに位置しており、景機動ひとドリームセンター、洋州スタジオ、リュウヒトシドラミアなど、韓国最大規模の放送制作設備を揃えている。プロ野球チーム。 MBC 清流を1982年から1989年まで保有していた。日本との関係では、フジテレビ、FM 福岡と提携し、MBC 本社にフジテレビソウル支局、東京都港区台場のフジテレビ本社に、MBC 東京支局がある。またテレビ朝日も報道番組で、2005年夏頃から JTBC と提携するまでの間、 MBC のニュース映像を使用していた。また、系列局の全集、文化放送が共通の英語略称を使用する、南日本放送と提携するなど、多数の系列局が、日本の地方テレビ局との関係を持っている。なお、TVQ 九州放送が放送した日本最初の、韓国ドラマはこのつぼねが制作したものである。名称が類似する文化放送との交流もあり、2002年、 日韓ワールドカップを記念して、両局のラジオで同時性放送が行われ、吉田てるみと小又雅子の声が韓国のラジオから聞こえたこともある。主な会社情報は別形。1961年12月2日に初のラジオ放送電波を発射し、韓国の首都ソウルで初の民間商業放送としてスタートした。1963年4月12日、政府から 全国の主要都市にローカル局設置許可を取得し、ソウル、富山をはじめとする6大都市を結びつなげるネットワークを構築した。1969年8月8日、初のテレビ放送を開始し、1970年10月5日にメインニュースである MBC ニュースデスクをスタートした。68年から69年の間に7の民間放送局と提携関係を結び、 K13 の直轄局、加盟局を通して全国テレビ放送を実施した。1974年には K 号新聞を買収、合併し、FM ラジオを開局した。1980年5月の言論等配合によって、株式の7割を韓国放送公社が取得し、民間放送から公営放送になった。同年12月、初のカラー放送を開始した。 1981年には言論基本法に基づき、計合新聞と分離された。1982年に南寺島社屋へ移転し、同年プロ野球団である MBC 清流を相談した。1986年のソウルアジア競技大会と1988年のソウルオリンピック中継放送をきっかけに規模と技術の面で大きく成長した。国際イベントを経験し、 巨大組織としてスピーディーな成長を成し遂げた MBC はマルチメディアマルチチャンネルの熾烈な競争環境の下で効率の良い組織を目指しバリューチェーンに特化した企業を設立し子会社として分社した MBC プロダクションと MBC メディアテクは2011年8月に MBCC&I として合併された通信と放送の融合によるデジタル時代が本格化し MBC は、インターネット MBC を別の法人として発足させ、多様なインターネットビジネスを展開した。また、ケーブルテレビと衛星放送、新しい概念の DMB 放送を実施する一方、2007年には、最先端の放送制作施設を揃えた、ひとやまドリームセンター社屋を軽軌道ひとやまに、建設した。2014年9月には南寺島社屋時代が幕を閉じ、 ソウルシアサウラクジョーガンドの新社屋に、春行移転した。2013から2014年まで MBC の番組が受賞した代表的な国際賞は、以下の通り、2014-2013、20 MBC ラジオ MBCFM4UMBC、UM、DMB いずれも、文化放送の子会社である MBC プラスメディアが、運営している、地方系列局によって、番組差し替えの場合あり、 一部終了した番組、時間が変更されている番組がある。2012年11月1日から、報道局が無期限ストライキに入っていたが、ストライキは終了し、ストライキ前に放送されていた番組のほとんどをリニューアルした。19時30分、20時55分、ローカル枠は20時30分頃から、TBS ニュース Q と並ぶ韓国を代表するニュース番組、 平日6時7時50分、土曜6時7時30分、ローカル枠は平日7時10分頃から土曜7時5分頃から、平日9時30分9時45分、ローカル枠は9時35分過ぎだが、普山 MBC は放送枠すべてをローカルニュースに差し替える、平日12時12時20分、平日16時55分から17時50分、平日深夜に20分間、 編成によって放送時間が変わってくる。平日5時5時10分、週末15時40分15時50分、土曜12時12時10分、日曜5時50分6時、7時7時10分、12時5分から12時15分、北朝鮮からの情報が放映される数少ない番組、すべて MBC 本社が51%以上の株式を保有。各局はもともと 各地域発の民間 AM ラジオ局、または民間テレビ局として開業したもので、MBC の番組をネットする関係を経て、言論等配合により、MBC 参加になっている。基本的に、広域市と同庁所在地、同内主要都市にあるが、中世南道には一社もなく多多文化放送が、カバーし、首都圏は、KBS と異なり完全に、本社直轄である。 また地上波 DMB は道、広域市単位で共同運営、同一内容で放送している。近年は中小系列局の経営統合を進めている。韓国国外ジョージア州アトランタ市。ありがとうございます。